に打つといいボール出ますね。あやかちゃん、この間、はい、カルーダーセブンツーだったじゃん、はい、試合で、はい、その時にこの後プロのキャリー行くんですって言ってたじゃん、はい、あれは行ったんだよね。行きました。どうだったの？ブリヂストンオープンの男子の試合担いだんですけど、うん、丸山大輔プロにその千葉オープンの時に勉強させてくださいって言ったら、じゃあ言ったんだ自分から、はい、ちょっとプロの世界とかでそういうキャディをしたことないし行ってみたいです、勉強させてくださいって言ったら、丸山大輔さんが、うん、じゃあブリヂストンオープン頼みますって連絡が来て、そうなんです。すごい。どうだった？いやもうやっぱりその前の月に女子オープンのキャディもやったんですけど、やっぱり女子と男子の雰囲気も違うし、打つ球も違ければ攻め方も全く違くて、いろんなものを吸収することができましたね。やっぱプレイヤーとしてさ、普段やってるからさ、はい、またキャディになるとさ、そのゴルフ場の見え方とかもさ、全然変わる。だから自分が打つとしたらさ、こういう感じでいくけど、はい、あ、考えてましたちょっと。でもそこをさ、キャディだからさ、やっぱそっちに合わせなきゃいけないわけじゃん、うん、はい、だから私からは何も言わずに聞かれたことに対して答えてください。大変じゃなかったか？いや大変だったけど、でもそれよりもアドレナリンが出すぎてもう早く次のボール行きたいみたいな、早く次のボール見たいみたいな、ワクワクしながら楽しみながら、でもあっという間にあっという間に終わりました。はい、いろんな経験してますよ。はい、何考えてますか？今考えてるのはとりあえずつま先上がり、上がりだよね。そう、私にとってつま先上がりはとても強敵なので、うんうん、とりあえずフェアウェイをキープすることだけを考えます。フェアウェイキープのみのみで、5番アットで軽く行くから軽く、まあまあでもバンカー越えてるから、うん、バンカーちゃんめっちゃ右向いてたけど、それはそういう、もう右プッシュいかないようにわざと右向いて、もう左だけ曲げるイメージだけ、ドロー強めの右向いてってこと？やっぱり普通にまっすぐ構えるとこっちにも私は飛んでっちゃうので、もう片方しか出ないもんね。そうです、今ぐらい行けば。そうだからわざと右向くと必然的に右にはいかないように体が動く、うん、ので、うん、私はめちゃめちゃ右向いて引っかかっちゃいくらいで打ちくらいで、はい、上の状況、そうだね、これ低めで行く感じ。そうですね、普段だったらこのライだったら58度で行くんですけど、うん、ちょっと上に木があって気になるので今回は52度で行きたいと思います。60ヤード52度で、どういうイメージで行くの？バンカーもあるし。そうですね、バンカーはとりあえず気にしないで上の木だけ当たらないように、うん、でつま先下がりなんで右に行きやすいので、ピン、ワンピン左から狙っていこうかなと思います。いいよ、ピン向かってる。わあ、入る。あー、惜しい。超近い。ショットでしたね。ナイスバーディー。ありがとうございます。オッケー。ナイスバーディー。でも35ってか。本当だね、あやかちゃんが苦手って言う、まあ、大丈夫。あ、でもバンカー越えた、うん、よかった。どうしようかな。5番ください。アイアン、うん、やっぱそのロフトが立ってる。そうですね、もので低くパンチショット的な感じ。あ、そうです、そうです。うーん、結構ウッドで打つこともいいんですけど、ちょっとどんぐりがすごいいっぱいあるんで。そうだね、アイアンの方が今回はいいかなと。ウッドで出すことも結構ある？ あります、あります、うん、3番とか、あとパターで打ったりとか。結構します。
ターで打ったり、こっからこっからパターで打ったりとか、よっぽどのことがあったら根っこがあってとか、またパターで打ったり、参考になるね、いろんな打ち方があるんだね。うまい、止まった、大丈夫です。メロで戻ってる。どうもー、ナイス。バッチシ。ありがとうございます。そうなんですよね。なんかそのファーストカットのなんか違う何かがあるんじゃない？多分。いや、今のはただ単にすごいスライスなんか開いちゃって。なんかストロークもめっちゃ綺麗だし、返しすごいしっかり打ててるから。返しが入るだけまだ大丈夫。バンカーを越えている、カサカサって言ったね。バンカー越えている気がする。結構キャリーで林行っちゃった感じですか、うん、だけどふわっと上げてくると思う、あのライから。うわー、うまい。ちょっと重そう。重そうですね、うん、結構ずっくりくるから、でした。ハーフ終了し、私が44かな。なんかじゃいくつだろう。後で聞きます。平川カントリークラブは有名なプロたちが実際に使ってるキャディバッグがあります。なんかね、りょうくんとか結構片山慎吾さん、一番上になんと青木さんの小崎さん。はい、丸山さん、あ、そう、ちょうどあの
彩香ちゃんがキャディーさんをした丸山さんですね。かなり有名なプロばっかりです。はい、なんだろう、ツアーバッグだからでかいですね。これを担いでるわけですからね、キャディーさんたち。すごい。ランチ食べましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。バイバイ。グリーンにポンポンってスピンかけたいじゃん。ボールを先に当ててここのターフを取るイメージですね。あ